パサデナはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の41番艦。艦名はカリフォルニア州パサデナにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド級軽巡洋艦9番艦以来3隻目。パサデナの建造は1982年11月30日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され。 1985年12月20日に寄港した。1987年9月12日にポーリン・トロスト夫人によって命名浸水し、1989年2月11日に W. フィッチマン艦長の指揮下収益した。パサデナの気象は青い背景を軽戦策が取り囲む。周囲の旗には艦名と船体番号、モットーが書かれる。 モットーは明瞭な言葉で、世界中のどこへでも駆けつける準備が整っていることを表す。赤いバラは、パサデナ市で100年以上の歴史を持つ、毎年元日に行われる、トーナメントオブ、ローズパレードと館を結びつける。亀のボクサーは、第二次世界大戦で6個の従軍聖賞を受賞した、軽巡洋艦、パサデナでも使用された。CL-65 のための紋章は、 ウォルトディズニーによって作成された。パサデナは当初大西洋艦隊の潜水艦部隊に配属された。1990年10月に太平洋艦隊潜水艦部隊との艦隊艦移転が行われ、パサデナはカリフォルニア州サンディエゴを母港に設定された。1991年7月にパサデナは 西太平洋へ6ヶ月の配備が行われる初の改良型ロサンゼルス級となった。1993年6月には6ヶ月の西太平洋配備が行われ、ペルシャ湾に展開する。この配備でサウジアラビア海軍、オマーアン海軍、オーストラリア海軍と共にいくつかの演習を行った。1995年3月にパサデナは再び、 西太平洋へ6ヶ月の配備が行われる。ペルシア湾での展開では、インド海軍と演習を行う、初のアメリカ潜水艦となり、オマーンの港を訪れた初の原子力潜水艦、ペルシア湾内で連続して活動した初の潜水艦、第5艦隊で司令艦を命じられた初の潜水艦となった。1九9六年六月から九月まで、パサデナは改良型攻撃、 防御兵器システムの装備が行われ、選択制限有効性の試験が行われた1996年11月、パサデナワ母校を真珠湾に変更され、第7潜水艦部隊の司令艦となる。1997年4月には4ヶ月の東、太平洋配備が行われ、ウナタスを支援した。パサデナワ艦隊もしくは、任務部隊の司令機能を提供することができる。 多目的艦である。艦は原子力機関による無制限の耐久性、最新型のソナー、魚雷、巡航ミサイル及び機雷付設システムを持ち、高速性と隠密性を要求される多くの任務を遂行する能力を持つ。パサデナは1998年に戦闘効率賞、バトル E を受賞した。2001年には艦隊レクリエーション賞を受賞している。 2005年1月、パサデナは、オペレーションユニファイドアシスタンスに参加し、スマトラ島沖地震被災者への支援を行った。ありがとうございます。